宮沢賢治作、悪意、1927、4、8。夜の間に吹き寄せられた黒雲が、山地を登る日に焼けて、凄まじくも暗い朝になった。今日の遊園地の設計には、あの悪魔風した雲の減りの、 ネズミと赤を使ってやろう。口を開いた魚の形のアンテリナムか、いやしいハーデイフロックス、そういうものを使ってやろう。食うものもないこの剣で、百万からの金も入れ、結局真靴をこしらえあげる。そこにはふさう色調である。